キューシップ、またはおとり船、特務船とは武装を隠して一般商船を装い敵潜水艦を油断させ奇襲,襲する武装商船の一種である。第一次世界大戦でイギリス海軍が最初に用いキューシップの名称はその際の不調にちなむ。HMS タマリスク第一次世界大戦時、イギリスはドイツ海軍の潜水艦による通商破壊で 多くの輸送船を撃沈され、苦境に陥っていた。U ボートの武装は高価で弾数の少ない魚雷の他に、関西砲を有しており、弱体な輸送船を攻撃する際は、魚雷の節約のため浮上砲撃を行うことが多かった。特に相手が商船や中立国の船の場合には事前に金製品を積んでいないか確認したり、乗組員に、 対避の時間を与えたりする必要があったために、攻撃前に、船舶の前に浮上して警告するのが常であった。イギリスはこれを逆手にとって、商船や漁船に大砲を積んで、U ボートに対抗することにした。これが、旧シップである。旧シップは、様々な民間の船に大砲を積んだもので、排水量や寸法は、一定しない。乗り組んでいたのは大砲を扱える。 海軍軍人であったが、商船であることを意識させるため軍服を着用しなかった。また、普段は中立国の戦機を掲げて U ボートを油断させ U ボートを攻撃する直前に英国機を掲げて正体を明かすことで戦時国際法違反を回避した。実戦投入された旧シップの戦果はそれほどかんばしくなかった。1917年8月に投入後、 わずか一週間で三隻が何の成果もないまま撃沈された。初期は油断していた U ボートを比較的容易に撃沈できたが、Q シップは正規軍艦のような装甲を持たなかったので帰り討ちに会うこともしばしばであった。しかしながら Q シップは安価な艦であったため高価な U ボートと相打ちになっても十分な戦果であると考えられた。また、イギリス海軍では 蒸気のような超陽線階層の Q シップの他に小型貨物船に酷似した外見として設計された正規軍艦の PC 急掌回スループまでも建造している。規制のフラワー級スループの中にも商船風に改送されて Q シップとして運用された例が見られる。Q シップの存在によってドイツ海軍は浮上後砲撃による通称破壊を止め魚雷による 無制限攻撃を行うこととした。これによって、旧シップの損害は馬鹿にならなくなったが、有ボートの活動時間あたりの撃沈数を減らすことができた。加えて、中立国の船にすら無警告での攻撃を始めたことで、ルシタニア号の悲劇が起き、アメリカ合衆国が参戦、対戦は終結に向かうこととなる。イギリス海軍は、 第二次世界大戦初期にも再びドイツの U ボートに悩まされて Q シップを投入したが効果が乏ぼしく1941年末には使用を中止した。アメリカ海軍の Q シップアナカパ第二次世界大戦ではアメリカ海軍も同様のおり船としての任務を持った武装商船を使用している。1942年に1月から5隻を運用したが成果はなかった。 日本海軍でも徴用して特設砲艦として使用していた商船デリーマルをお取り船として改装した。1944年1月15日に苦戦艇遺跡を伴いお取り船としての初出撃をしたが、翌16日深夜にアメリカ海軍の潜水艦ソードフィッシュの来撃で船体全部を失い、その後、湿気の大波を受けて沈んでいる。同船は、 改造により、不沈構造とされていたはずだったが、湿気の影響もあって損害に耐えることができなかった。ありがとうございます。